はい、えー、超駅太郎サブチャンネルです。顔がね、これメインチャンネル用のね、えー、体で喋っておりますが、あのね、やから先輩、多分こっちが先なんですよ。やから先輩がさ、<laughs> すごい、あの、私、自分で一物をさらけ出して、バになったとずっと思ってたんですよ。あの、やから先輩知ってる人も、も ね、いるし、知らない人もいると思うんだけど、とにかくちょっと、やから先輩が復活してるんで、リンク、本当にお願いします。リンクを貼ってあるんで、一回登録だけしてあげてください。ね、見る見ないは任意なんで、登録だけしてあげてください。ね、あの、好き嫌いがあるんでね、無理に見てくれとは言わないんだけど、ちょっと人助けと思って、あの、登録してあげてください。あのね、やから先輩は結構前から私、交流があって、電話ではよく喋ってたんですけど、 まあ、あることがきっかけで、これはメインチャンネルが多分今日の夜か明日ぐらい出るんで、それで見てもらえればわかるんだけど、まあ、あることが病ご病気になって、脳の病気になって、まあ、あの、体が動かなくなったり、不自由になったり、言葉もね、はっきり、あの、配信者にとっては本当にね、あの、大変な状況でっていうことなんです。で、それをまあ、ずっと、なんか、途中で寝ちゃったり、ダラダラやっているっていう状況が続いてたんだけど、<laughs> なんか、 バンになったって聞いて、うん。いやー、自分で出しちゃったか、と。まあ聞いたら違うんですよ。なんか他の人も参加型なんで他の人がそれをなんか出しちゃって、それがダメになったっていうことなんだけど、<laughs> なんだっていう。どうするっていうふうに思ってたんで、だからまあいろいろね、私の周りの人たちも、あの、協力して、ちょっと気の毒だなと。本人がまだやる気があるなら、 ま、生活のこともあるし、協力しようっていうことで、あの、サブチャンネルとかがあったんだけど、一から、あの、立て直してやったんです。なので、みんな登録してください。で、そこなんですよで。私、あの、ちょっと話をしてて、私から連絡して話をしてる中で、あの、こっからですよ、無茶苦茶なのは、彼が。あの、一応、打ち合わせ的なものがいるわけじゃないですか。一応、私も周りに、ね、回して、タッ太郎とか、えー、大関慎吾とか、 まあ、あとその他、ね、ちょっと私の周り、あの、仲いい人、仲良くない人、仲が、あの、ね、こう、和解した人とかもいろいろある中で、私がこれ応援するには、いろいろ根回しがいるわけですよ、正直言うと。ね。ね、一度電話したら、LINE 電話で電話したら、出なかった。ね。あ、そのあの、朝喋って、で、昼ぐらいに、ね、ちょっと午後にもう一回って言って、ちょっと確認したいことがあったんで、 で、出なかった。そしたら、あまあ、いろいろ大変なんだろうなって。あのー、そしたらかかってきたんですよ。LINE 電話でも。私、出た。ああ、私からかけて帰ってきたから、用件だけ言おうと思って、ああ、あの、これ私から、あの、ヤ先輩、これちょっと打ち合わせなんですけど、あのー、これは、は私から連絡をして、やから先輩に、この今回のことのね、いろいろあったことを助けたいということで連絡して、で、 あと、そうですね。あのー、まあ、タッケンさんと、まあ、あ本当は、タッケンさんと、あのー、話をしてたんだけど、あのー、タッケンさんも協力したいっていうことなんで、あのー、タッケンさんのことどう思ってられますかって言って、いや、もう気にしてないよ、とかって言って。で、この人のこと、このことって、全部それ放送に乗っちゃってるんですよ。<laughs> だから、<laughs> その、なんていうのかな。自分で、ね、生放送してるときに私にかけてきて、 それ私知らないから、私が打ち合わせしている裏の話が全部載っちゃって、それをたまたま大関慎吾くんが聞いてて、私にバンバン電話かけてくるけど、彼も慌ててるもんだから LINE 電話でやって、僕が LINE 電話でやってるから繋がらないわけですね。そうなの。いつも僕は大関くんに電話するとき、一般回線の電話でするから、彼は LINE なら繋がると思ってかけてるんですよ。で、パッと見たら着信があって、で、こう、私はそんな、流れてるって知らないですよ、そんなの。 知らないですもん。で、切ったら、珍しく5件ぐらいこうあるから、スッとかけた。あの、ちょやきさん、<laughs> まずいですよ、これ。矢倉先輩、あの、配信で全部流れちゃってますよ。ええー、ちょ、何にも言わないこれ、まずいなって、さすがに。ただ、まあ、50人ぐらい50人ですけど、って、ぐらいしか聞いてないんで。いや、ほんでもう LINE って、矢倉先輩、そこ、それまずいですよ。一回止めてくださいって言ったら、 止めて、ね、止めてもアーカイブそのまま残ってるから、自分も見たら自分の声がもうバンバン聞こえちゃってんの。あっちゃーと思って、これまあまあ今だからいいけど、これなんか裏の話が出てきちゃって、まずいなと。やから先輩、電話で喋った時はすごい受け答えもちゃんとしてるから、私は元に戻ってるんだ。やっぱりこれ自分でおちんちん出しちゃったんじゃないのかなと。出しちゃうぞ、これ。そんな状況ですわ。ちょっと真っ青になっちゃって、あの、 で、まあまあ、消してくれたんでいいんですけど、50人の方は聞いちゃってるんで、まあどうかなと。ね。まあ、もう、今、面白に変えたでいいですけど、はい。そんな感じのヤから先輩皆さん、あの、応援してあげてください。ね、サブチャンネル、あの、ヤから先輩っていう人、知ってる人は、ああ、懐かしいなと。まだやってたのか。って思う人も、一度、ね、見てない人も登録だけはしてあげてください。ね。やっぱり、 元々ね、同じようなカテゴリーでやってて、まあ病気になって、でまあ自分のあれではないにしても、だからうっかりしちゃう。ちょっと本当にこういうところがやっぱりね、あの体のこともあってできないところもあるんだけど一生懸命頑張っているので、あのいろいろ思うところがあるけども、なんかね、これぐらいしかできないんでね、あの登録して、あのまあ気が向いた時に、あの音消しても <laughs> つけておいてあげれば、みんなが1時間やると4000時間ぐらいはすぐ行くんじゃないかなと。 収益化になればね、なんとか生活の足しにはなればというふうに思っているんです。はい。あのー、これ聞いてください。あの、これき聞いてください、ね。<laughs> なんて言ったらいいのかなちょっと本当にこれ聞いてお願いします。ちょっと一回登録だけしてあげてください。メインチャンネルが、えっ、ー、と、この夜か明日ぐらいには上がりますんで、まあ、私のメインチャンネルの話も聞きながらすると、やから先輩っていう人がわかるんで、リンクは貼っときますので、概要欄に貼っときますので、ね。 はい。あの登録をしていただければということです。よろしくお願いします。以上です。